ルイス・アマド・ガルシアは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。2004年1月22日にアマチュアフリーエージェントで、ロサンゼルス・ドジャースと契約して、プロ入り。2006年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ドジャースで、プロデビュー。11試合に登板して2勝1敗、防御率4.32。 16奪三振を記録した。2007年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグドジャースでプレーし、12試合に、登板して3勝0敗、防御率3.55,17奪三振を記録した。2008年は、パイオニアリーグのルーキー級、オグデンラプターズでプレーし、21試合に登板して3勝、0敗級セーブ、防御率2.40。 37奪三振を記録した。2009年は A 級グレートレイクスルーンズでプレーし、34試合に登板して5勝3敗後セーブ、防御率2.92、55奪三振を記録した。2009年8月30日にロニー・ベディアードとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。移籍後は参加の A 級ポトマック・ナショナルズでプレーし、2試合に 登板して1勝0敗、防御率0.00、2脱三振を記録した。2010年は A 級ポートマックで6試合に登板したが、防御率10.38と振るわず、6月に A 級ヘイガーズタウンサンズへ降格。A 級ヘイガーズタウンでは26試合に登板して4勝4敗、防御率3.88、43脱三振を記録した。 オフの11月6日に FA となった。2011年は契約のオファーがなく、ほぼ引退状態にあり、ニュージャージー州の理髪店や運送会社で働いていた。2012年から若いアマチュアの野球選手のコーチとして活動していたが、新たな代理人を雇い、カナディアン・アメリカンリーグのニューアーク・ベアーズと契約。9試合に登板したが、0勝1敗。 防御率11.57と結果を残せず、1ヶ月で退団した。2013年3月24日、フィラデルフィアフィリーズの海外担当スカウトであるサル、アゴスティネッリは、翌日にドミニカ共和国へ行く予定だったが、出発前に良い体格と90マイルパワー、中盤の直球を投げるガルシアを一目見ようと、アゴスティネッリが住むロングアイランドへガルシアを呼び寄せた。翌日、 ガルシアは、アゴスティネッリの前で投球を見せると、常時94マイルパーアワーの直球や良い、スライダーを披露し、すぐに、アゴスティネッリは、フィリーズのプロスカウトである、マイクオンドに電話をかけ、マイナー契約を結ぶことが決まった。参加のトリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスで開幕を迎え、1試合に、登板後、A 級クリアウォータースレッシャーズでプレー。 a 級クリアウォーターでは14試合の登板で0勝1敗7セーブ、防御率1.37と高騰し、a 級レディングファイティンフィルズへ昇格。a 級レディングでも11試合の登板で2勝1敗、1セーブ、防御率2.45と安定し、6月にトリプル a 級リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。5試合の登板で0勝0敗にセーブ。 防御率1.80を記録し、7月9日にフィリーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月10日のナショナルズ戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの8回表から登板し、1回を無安打無失点に抑えた。その後はリリーフに定着したが、17試合の登板で防御率5.59と落ち込み、8月25日に トリプル a 級リーファイバレーへ降格。9月2日に最初を隠した。シーズン最後の登板となった9月28日のアトランタブレーブス戦では1点リードの4回裏から登板し2回を2アンダム失点に抑えメジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは24試合に登板して1勝1敗、防御率3.73、23奪三振を記録した。 2014年3月8日にトリプル A 級リーハイバレーへ移動し、開幕を迎えた。4月13日にメジャーへ昇格し、4月14日のブレーブス戦では1回を無安打無失点に抑えたが、15日にマイク・アダムスが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。5月8日にメジャーへ再昇格。2試合に登板したが、 合計3回で9失点を喫し、5月24日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月6日に故障者リストから復帰し、トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。6月28日にダブルヘッダーで登録枠が拡大されたためメジャーへ昇格。同日のブレイブス戦の第1試合に登板したが、1.2回を1安打1、 失点3死球の乱調で、試合後に、トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。9月2日に最昇格。この年は13試合に登板して1勝0敗、防御率6.43、12奪三振を記録した。2015年は、ブルペンの中心的存在にのし上がり、チームトップの72試合に登板。ホイップは1.64と高かったが、 防御率は3.51にまとめ上げて4勝6敗にセーブを記録。脱三振率も自己ベストの値をマークし一定の実力を見せた。2016年メジャーでは17試合の登板に止まり1勝1敗、防御率6.46、ホイップ1.89と炎上して結果を残せなかった。ちなみに、 マイナーの AAA 級リーファイバレーでは48試合にリリーフ当番して6勝3敗13セーブ、防御率2.14、ホイップ1.13という支配的な投球を見せた。2018年12月6日にホセアルバレスとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2019年レギュラーシーズン終了後の10月28日に FA となった。 2020年1月9日にテキサスレンジャーズとマイナー契約で合意した。8月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月15日にディフェとなり、17日に自由契約となった。2021年2月にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕から参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーしていたが7月6日に自由契約となった2021年7月9日にセントルイスカージナルスとメジャー契約を結び即日でアクティブロースター入りしたありがとうございます